ス前の前田が少しプレッシングかけながらこの背後への動き、藤谷がつく、佐藤雄平がタコネットからシュート、推進力のある動きを見せていく佐藤雄平、ギアを上げた感じはしますよ ね、 そうですね、はい、前半のボール回しよりもこうやって出した後出てくる選手が迫力がありますよね。そうですね、ここにベルディの選手はいません。武田が追いついて、武田が思い切り前にはクリアしない。ここでベルディボールになるか、高い位置でマイボールしていった井上志音、要求してリオンジ、この位置ですがリオンジも高い位置に入ってきた。小池のクロス、林、いやうまい、林のシュートはビクトル、いいですね、はい、申し頃もうまいですね。もう一度コーナーキックになります。コーナーキック前にもう一度このシーン、林との交代でレアンドロが出てきます、はい、まあ、フォワード同士の交代ということで、先ほどもね、うん、シュートシーンも林ありましたが、はい、セカンドボール井上翔が追いかけていく。ここも上福本もここまでいます。キーパーの上福本、アベラインを越えて岐阜陣内まで入ってボールに絡んでくる、まあ、若さもかなり高い位置、スリーバックの一角の若さがこの位置にいます。リオンジがいる、シュートに行く、スリーバックの2人がもうかなり高い位置で、最後はフィニッシュの形にリオンジが持っていきました。ワンタッチのクロス、逆サイド花戸がいる、佐藤雄平切り返しながら前を向く、クリアしていく岐阜、面白いアイデアですね、はい、このシーン面白いですね。そうですね、後半はスコアの動きがなく1対1、そして藤本投入です。東京ヴェルディ藤本から小池、クロスを入れていく、花戸、佐藤雄平がこの位置、藤本スペースでもう一度、藤本クロス入れていく、逆サイド決まった、入りましたね、そうですよね、やわらかいボールがポストにぶつかってますね。そうですね、はい、もう全身全霊を使ってのこのレアンドロのシュート、うん、素晴らしい、なんとしても1点を取るんだという気迫の感じられる、うん、はい、ね、いいボール上がりましたし、はい、うん、いや岐阜としては痛いですね、そうですね、今もうアディショナルタイムの時間帯入っていますが、左足のももあたりを押さえています。なんとしてもどういう形でも結果では残しなければならない岐阜、落としたところ、相原、ここもベルディ執念の守備、コーナーキックですね、はい、そしてこれで試合終了。最後まで怒涛の運動量を誇った両チームですが、2対1、東京ヴェルディが2対1、1点リードで最後試合終了間際逆転ゴールを決めていったレアンドロ。 FC 岐阜対東京ヴェルディの一戦、2対1で東京ヴェルディが勝利を収めています。